岡田の采配で5試合拾ってるからトントンや。色紙とか好きそう。5試合は言い過ぎやけど2試合は取れてるな。つまりドン様はチラカといえば有能よりってことでええんか。矢野は B クラスなし、サードンデンはどうなるか。守備は良くなったな、たったの半年で。守備固定したら1、2番打者が打点稼ぐようになったな、あれ。二遊間が健常なのほんまええわ。他チームのファンってこんな楽な気持ちで内野ゴロ見守ってたんやなって。勝ったら選手のおかげ負けたら監督のせい。監督ってほんま大変よな。矢野先生監督辞めてから急に顔色良くなったやろ。阪神の監督ってそういうことや。こんなんどこの球団でも同じような言うとるファンおるやろ。坂本ファンでもないけど結果出してる肩使えってだけやな。正直リード云々はどうでもいいけど打席での貢献度が段違いすぎるから今年の梅野と坂本では。